イギリスはやっぱりイングランドですよね。全てがなんて言ったらいいのかしら、ジェントルマンの国ですよね。オーストラリアに着いたら、あの当時もうびっくりしたのは、税関通った時に税関の係員はショーツですね。で、私もまだ若かったからすごい興味ありそうな顔をされて、で、パスポートを見て、うわ、すごい国だなと思ったんですよね。なんかすごいカジュアルでだから当時ロンドンからこっちにオーストラリア来るって来る日本人ってあんまりいなかったと思うんですよね。オーストラリア大使館でビザ取るの大変でした。やっぱり、まだ戦争の経験がある人とか、それからお父さんが経験があったとかね、いろいろあるので、やっぱりしょうがないですよね、こればっかりは。まあ今はそういうことはあまりないですけど、うん。最近よく考えてるんですけどね、やっぱり私は日本人なのかしら、それともオーストラリア人なのかしらって考えると、やっぱり私はオーストラリア人だと思います。っていうのは、オーストラリアで働いて税金を納めて、オーストラリアで生活して、日本では二十何年いましたけども、オーストラリア30年以上ですしね、海外生活も30、40年近いし、多分私は日本で働いたこともないし、そういうことを日本で学んでないから、だからこっちに溶け込むのは簡単だったと思うんですね。民主主義の世界、ちゃんと人間をの尊重が、そういった意味である社会っていうんですか。だから私が日本に行って、なんか変なこと言うと、あなたはもうオーストラリア人だから言わないでとかねうちの母によく言われますけれども、1年弱前からポートレートを始めまして、で今それに凝ってるわけですね。で、結構うまく描けてるななんて思って、これはもしかしたらいけるかなって感じで、やってますけれども、まあ自分の人生でもうやりたいことはね、絶対やっていこうと思うんですね。生まれて死ぬまで自分でクリエイトしなくちゃいけないでしょ、人生って。で、今やりたいことは今やんないと、待ってても何があるか分かんないわけですよね。だから今やりたいと思ったら、もう我慢は絶対しない、やりたい書きたい。 My philosophy is don't wait anything. You know, if you wanted to do, do it now, because you think you are the 20, just for in case 20. And then, you know, oh, you're still young, you can do lots of things. Of course, maybe you can do lots of things. But still, 20 is only 1 year. It's same as I'm 65. Now I have only 1 year for 65. Next year I'm 66, only 1 year. And, you know, this person has only 21, only 1 year. Do it whatever you wanted to do. So, I mean, you got to do it.